はい、というところで、どうしよう、効果音とかないけど、ダン、この度マルイス様とのコラボで私の活動再開1周年記念グッズを発売することになりました。イエーイ。パチ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 。とうとう私もグッズを販売する立場になりました。はい、ありがとうございます。まあ、今回ですね、マルイス様のウェブサイトにて5月1日明日から受注販売の形で、やらせていただこうかなと思っております。はい、5月1日から5月19日まで受注を受け付けまして、まあ大体1ヶ月ぐらいかな後に届くような形になるのかなと、はい、思っております。まあ早速ね、何がございますかというところですよね、皆さん。まあ早速ね、見ていきましょうか。まあ、とりあえず一旦全体像というか存在するグッズの方を紹介させていただこうかなと思います。1枚目、はい、缶バッジ、マグカップ、トートバッグ、ステッカー、タオル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 、ミニタオルとフェイスタオルで、じゃあもう1枚あるんで、もう1枚の方、これにプラスでチェキ風カードとクリアケース、あのそれを入れれるクリアケースと、なんとイメージ香水が出ました。なんとイメージ香水が出ますと、クソデカアクリルスタンド、缶バッジと同じイラストの、アクスタ、等身のアクスタとアクキーでございます。はい、とりあえず今ざっと紹介しちゃったんで細かめに紹介をしていこうかなと思います。ちょっととりあえず1枚目戻ります。はい、1枚戻りまして、一旦缶バッジからいきましょうか。はい、缶バッジでございます。こちらのイラストがね、あのその他グッズにも使用されているという感じになります。はい、で今回この缶バッジが、上3つが基本的なというかノーマルの缶バッジです。直径 57mm なんで普通サイズって感じ。あの私サンプルもいただいたんですけど、あの普通サイズの缶バッジでございます。で下がホログラム仕様となっておりまして、キラキラしております。なんとで今回この全6種類、すいません、ランダム販売となります。はい、ぜひ皆様ご運を引き当てていただいて、あの6個買って6個当ててください。じゃあ続きまして、横に行くか。はい、トートバッグ、トートバッグでございます。はい、こちらは等身たちへのミニキャラバージョンプリントされておりまして、キーホルダー、あのまあ今後あのアクキーとか紹介するんですけど、まあその辺が付けられるリングも付いております。はい、でかすぎないエコバッグって思ってくれれば、本当に普通に多分よくあるサイズのトートバッグだと思います。これめちゃめちゃ多分使いやすいです。はい、では続きまして、じゃあ横にさらに行きますか。タオル、こちらミニタオルとフェイスタオル、縦長のタオルか普通のハンカチサイズかだと思っていただければいいかなと思います。ミニタオルもフェイスタオルもどちらもタオル生地です。ハンカチではないですって感じで、じゃあ続きまして下行きましょう。マグカップ、等身イラストが書いておりますマグカップですね。はい、普通のマグカップだと思ってください。で続きましてステッカー、はい、ステッカー、こちらはセットです。逆に単体で買えないですね。この3種類がセットでこの金額という感じになります。5センチ×8センチぐらいのサイズ感ですね。まああのスマホケースに入れたりとか、パソコンに貼ったりとか、 iPad に貼ったりとか、そんな感じの仕様を考えられております。はい、はい、2枚目こちらがチェキとクリアケース、あれか、左上からチェキカードとクリアケースでございます。こちらが都心イラストが書かれたカード、まあ、チェキっぽいやつがまず買えますと。で、こちらですね、まだ書いてないんですけれども、あの私がサインを、はい、なんと書かせていただいたものがランダムで入っております。はい、全てではございません、ランダムです。あ、でちなみにあのこの今画像にございますサインはイメージとなっております。こんな綺麗に私はサインを書けません。見た目も違うので、だいぶサインは、ぜひ幸運を引き当てていただいて、サイン版をねぜひゲットしていただけたらなと思います。確率とかありますか。確率か、答えてほしいか。なんとこちらですね 10% でございます。10枚に1枚、レアが入る予定です。ただし 10% ってまあまあな数私書かなきゃいけなくてですね、あの私が懸賞絵になってしまう可能性がございますので、一応上限が決められております。まあ 10% 以下になる可能性がございます。それだけちょっとご了承いただければ。まあ例えばあの100枚注文があったとして、100枚だったら 10% なんで10枚なんですよ、私サイン書くの。まあ、全然10枚ぐらいだったら余裕で書きますよってなるんですけど、まあ例えばね1万枚注文がございましたとします。そうしますとですね 10% 1000枚でございます。私1000枚もね
多分サインを書いてしまうと、とんでもない時間ととんでもない手首の疲労が襲ってくる可能性がございますので、その際は一定上限が決められておりますので、さすがに 10% 以下になります。はい、すいません、生身の人間ですので私も、ご了承いただければ嬉しいかなと思います。はい、でこのチェキカードが入るクリアケースがございますという感じでございますね。はい、あのぴったり入る感じになっております。はい、10枚買わないとサインないんですか？そんなことはないです、そんなことはないです。もし1枚だけ買って全然運が良ければ1枚買って1枚サイン入りっていう可能性が全然あります。はい、まあそんな感じです。はい、であのこちらのサインはイメージとなっております。はい、サインはお楽しみに。じゃあちょっと右上行きましょう。アクスタ3種類分かれてますが、ミニキャラアクスタと普通の等身アクスタ。はい、まあよくあるサイズのアクリルスタンドです。書き下ろしイラストを使用いたしまして、等身の方が横6センチ縦15センチって感じですかね。はい、等身アクスタがそんな感じのサイズ感です。ミニキャラアクスタの方が 10×14 でございます。ちょっとミニキャラアクスタの方がでかく感じるかも。実際あの横に並べてみると細いっていうのもあるんで、等身アクスタの方はちょっとちっちゃく見えるんですが、まあ、高さは等身の方があります、もちろん。はい、そうしまして次にしていこうかな。はい、アクキーでございます。全3種類、こちらは、指定で購入が可能のはずです。アクキーの方がまあでかすぎずちっちゃすぎずっていうサイズ感でございまして、2cm×7cm ですね。まあこちらもですね、ちょっとあの例のごとくなんですけれども、等身の方がねちょっとちっちゃく見えます。すいません、私が細いというのもありましてですね、ちょっとちっちゃく見えてしまうんですけれども、ちっちゃいサイズのアクリルキーホルダーとなっております。そしてじゃあど真ん中行きましょうか。ど真ん中、特大アクリルスタンド、マジででかいです。すいません、値段が張るんですけれども、マジでびっくりした。あのね、いや正直、まあこのね、あの今回お話をね丸井さんとしている時にでなんですけれども、ちょっと高いなと思ってたの俺。特大アクスタなんか高くねって思ってたのよ。サンプル届いたらそりゃ高いわって感じのサイズでした。本当にマジででかい。アクスタのサイズ感がまあだいたい30センチ、25センチぐらいかな。まあだいたい iPad ぐらいだと思ってください。最近のノーマルの iPad を縦に置いたら、あのこの特大アクスタになるとサイズ感的には思ってください。それぐらいのサイズ感です。こんなサイズ感のアクスタとなっております。マジででかいです。はい、今回この、まあ、丸井さんとのコラボだったから出せたというレベルのアクスタなので、ありがとうございますって感じ。丸井さんありがとうございます。で最後、香水。はい、香水ですよ。人生で一度は香水をグッズで出したいなって思ってたんです、私は。まあ私がですね、まあもともと香水というものにそこまで興味があったわけではないんですが、ただまあやっぱり年齢がね、いくにつれて、まああといろんな人とね、こう会うにつれて、まあやっぱりなんか香水っていいなと思い出しまして、ただ自分に合う香水って難しいなと。買うの難しいじゃないですか。なんで使うのが難しいなと思ってたんですけれども、あの今回ね、これで出させていただいたというところで、私は今非常に助かっております。はい、あのサンプルもいただいておりまして、あの今回ですね、この香水を作るにあたって、あの丸井さんの方にねアンケートとかを取っていただいて、まあ、あのこういう感じのね匂いがいいんじゃねっていうのを私が大まかに考えさせていただきまして、そこからこんな感じでっていうのを今サンプルで送ってもらって、まあ、あの2種類ね送ってもらって、どっちがいいですかっていう。なんでマジで俺が好きな匂いになってます。はい、どんな感じの匂いですか。お、俺のイメージカラーというものがまあ緑色でございますので、植物系、まあ花っぽい感じっていうところで、まあそういうのがいいかなっていう話をさせていただき、かつ香水感をちょっと減らしたかったの。まああんまりそのそもそももともとね、ザ香水みたいな香水がちょっと苦手なんですよ私。特に男の人がつけてるザ香水みたいな香水があるじゃないですか。ちょっとわかるかわかんないんですけど、あの電車内とかでさ、結構香水どぎつい方がねいらっしゃると思うんですけど、そういう香水がちょっとね苦手なので、そうじゃない方を選ばせていただきました。はい、まあ、なので結構使いやすいかなと思います。あの香水苦手って人も使いやすい感じにしたつもりです。はい、なのでぜひ使っていただければ嬉しいかなと、はい、思います。はい、ということでこちらがいろいろ含めて13とか、缶バッジが6種類あるとかっていうのはいろいろあるんですけど、まあそれぐらいの感じになります。先ほども言いましたが、今回受注販売でございますので、あの焦る必要はございません。ゆっくり悩んで買ってください。19日まで、注文は19日までになりますので、よろしくお願いいたします。はい、
というところで、今回のこの丸井さんとのコラボのグッズをご購入いただいた方向けの、お話になります。はい、こちらのグッズご購入いただいた方向けに1会計につき対象商品税込み3000円ご購入ごとに特典が当たる抽選会にご参加いただけます。はい、 A 賞が俺の直筆サイン色紙でございます、10名様で、 B 賞、ポストカードのコンプリートセット、まあ、今回ですねアクスタであったりとかその他もろもろに使用されておりますイラストが書かれたポストカードがセットになったものを30名様で、参加賞としてランダムでこのポストカードが当たります。はい、ぜひ当ててください。で、あ、はい、この一気に9000円買っても1回判定ですかというところなんですけれども、3000円ごとに1回となりますので、6000回は2回、9000回は3回、参加できます。はい、会計を分ける必要はございません。まあ、ぜひあの3000円は超えていただけると1回はチャンスがございますので、はい、ぜひ。で、あのこちらのサインもイメージとなります。サインの見た目等は違います。あのこれではございません。はい、こちらはですね、私書きました。もうサインは、色紙は書きました。はい、まあ、あのサインプラスちょっとコメントを右上の方に書かせていただきましたので、まあ、ぜひ当ててください。さらに丸井さんにですね、丸井系列のカードというものがございまして、ポスカードっていうね、あのクレジットカードがあるんですけれども、あのそちらにですね入会していただきますと3000円以上購入で、先ほどの抽選会のこのコンプリートセット、 B 賞のコンプリートセットをプレゼントさせていただきます。こちらは6000円になると2個とかではないはずです。はい、ぜひ作れるよって方はあの抽選に参加しつつ、ポストカードは確定でもらえるというところになりますので、あのぜひ作っていただければなと思います。はい、今回はネット注文のみです。はい、どこかのお店で売ってるというわけではなくて、ネット注文で、受注販売となりますので、そちらの方の把握をお願いいたします。はい、ぜひね、買える方は買ってくれたら嬉しいです。本当に、いやー、なかなかねこういうグッズを出す機会というのがね少ないというか、なかなか出せるものではないので、いや本当に出させていただけるというのはね非常に嬉しいですね。ぜひね、親を説得してください。まあ親をねやっぱ説得するって難しいと思うんすよ。まあね、そんなお小遣いもいっぱいないよっていうね方がいらっしゃるかもしれませんというところで、ちょっと先の告知になりますが、なんとファミマプリント様よりランダムブロマイドの販売が決定しました。イエーイ。はい、ちょっとまだイラストの方はすいません、隠させていただいております。こちらですね、なんと5月の17日から6月の30日までとなります。はい、こっちはねめっちゃ期間長いです。ファミマプリントさんの方はめっちゃ期間長い、1ヶ月半ぐらいあります。買ってください。こっちもノーマル5種、レア5種となっております。でこのレア5種に関しては、イラスト自体は変わりません。レアの方には私のサインと私からの、まあ、軽くメッセージというものを、入れさせていただきました。サインとメッセージの方ですねを入れさせていただきました。ぜひねちょっとグッズの方買えねえよっていうね人はこっち買ってください。こっちの方がねちょっとお手軽ではあるかもしれん。人によってはファミマが近くにねえよって人はねあるかもしれないんですけど、ファミマの方がチケ、お金もねえって人はこっちでお願いします。はい、本当に以上。はい、ファミマプリントさんの方はねもう少し詳しいお話はまた近くなったら、配信だったり、ツイートだったりその他もろもろで、お話しさせていただければなと思います。はい、まずは明日から丸井さんとのコラボグッズが販売されますので、ぜひよろしくお願いいたします。ではお疲れ様でした。また次回の配信でお会いしましょう。トップ1でした。バイバイ。お疲れ様でした。